親が赤ちゃんを抱っこして歩くとリラックスした状態になることを初めて科学的に解明したと理化学研究所の研究グループが発表しました。赤ちゃんは心拍数が下がって運動量が減るとリラックスした状態になります。 研究グループによりますと実験は生後6ヶ月以内の赤ちゃんを持つ母親12人を対象に赤ちゃんを抱っこして歩く動作と座った姿勢を30秒ずつ繰り返しましたその結果、抱っこして歩くと赤ちゃんの心拍数が3秒程度で下がることが分かりました。 赤ちゃんの泣く回数などは座っているときに比べおよそ10分の1になり自分で動こうとする運動量はおよそ5分の1になったということです。短い時間で